ながら見ます、今からですねベイプロモ TV の撮影です。で湯河原に来ました。ちょっと私はなんか人より先について撮影をしております。赤い羽募金がやってましたので思わずですね募金して羽を久しぶりになっていただいてしまいました。これからですね撮影楽しみです。ちょっと珍しいラーメン屋さんに行くので楽しみです。美味しくてベロッと食べてしまいました。これからですねつけ麺を食べたいと思います。はい、これが冷たいつけ汁です。食べたいすると麺をつけて、はい、薬味の方上からおろしたての方をさらに3種です。下の方のヘベスです。こちらの方になっております。上の方から麺の上に直接つけていただいて麺の美味しく楽しんでください。はい、下お2つ今後は温かいスープに出ていただいてお好みの味を変えながら。はい、ありがとうございます。チャーシューは2種類です。チャーシュー2種類、はい、チャーシュー2種類、はい、まず左側から、はい、つけ麺来ました。いただきたいと思います。抜けない抜けない。いただきます。麺は麺だけでいただいてみよう。やっぱいけるかい いけないかの瀬戸際ですね。いっぱい食ったから瀬戸際で OK で食うと、麺が全然また違うから、麺が全然違う感じなんですよ。ちょっと濃い感じで結構量も多いんで、美味しい。このデート画像どうですか。やばいお兄さんでしょこれ。これで小谷さんとラーメン屋でデートしてるの。こいつやばいでしょ。やばい人みたいな。いいとこだったんですよ。いいとこだって。また全然違いますね。日本一です。全然違う。つけ麺の温かいのと温かいのと冷たいのの感じでも麺の感じ違うもんね。どうですか？あとでトリさんどうですか？味わって食べて、感じがね、すごいですね。こっちとこっちってどう違うんだ。
デートになっちゃいました。ちょっとラブラブな感じで。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、結構グイグイ。そう。みっちゃん。どうですか。みっちゃん、ちょっと冷たいのもつけない。全然麺が違うの、うん、全然麺違いますよね、あの、あったかいと、もジョーさんどんどん食べてみてください、うん、全然違うでしょ、こんな感じなんだ、麺ちょっと全然違うの、あ、このつけ麺の麺がうまいっすね、美味しい美味しい、薄くならない、大丈夫、つけだれ大丈夫、これに入れるのかな、あとはお嬢さん食べてもらおう、あれをシュッと落としたから、うん、ちょっとまた全然違うよね、これまずよかった、ジョーさんに食べてもらって、うん、つけ麺後半にちょっと味を変えていただくものです、これ濃密だし麺にすべてかけていただいて、うんうんうん、お肉の方はスープにすべて入れてください、わかりました、で麺とお肉を一緒に召し上がってください、麺とお肉、はい、これ全部入れて、お肉全部入れて、これ、これなんて言ってました、これじゃあ、ちょっとだけ私、これだけ食べて、ちょっとジョーさん嫌じゃなかったらこれ食べます、これは大丈夫ですよ、うん、これでこれでこれ入れて食べる、大丈夫ですか、大丈夫、追い肉みたいなのが来ましたね、これなんだろう、これなんだろう、追いつけ麺は追いおかゆってこれなんて言ってたんだよ、忘れちゃった、うん、美味しかった、うん、美味しかったね、すごい美味しかった、ね、ですよね、あの結構すごいね、いっぱい入ってたすごい美味しかったです、満足です、大満足、ジョーさんにも食べてもらって、はい、ジョーさんめっちゃもう美味しかったです、雨の中目黒でございます、これからですね、美味しいイタリアンをいただきたいと思います、ザリとゴルゴンゾーラ生レバーです、
デザイン。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 超炎上してちょっと前にもほら